早朝に起きて稚内からフェリーで利尻島に渡ります。朝6時過ぎに受付が始まりました。切符を購入して乗り場に向かうと、すでにフェリーが停泊していました。アマコーラ宗谷号です。乗船が始まりました。4階客室に向かいます。ゆったりした椅子席です。自由席なので窓側を確保しました。船は定刻に出航しました。マシャット岬を通り利尻島まで1時間40分の船旅です。雲もなく利尻富士がはっきり見えています。短い船旅でしたが、利尻島が近づいてきました。まもなく押し止まり港に到着です。ついに利尻島に上陸しました。利尻島ではレンタカーを借りて名所を見ていこうと思います。これが今回のルレンタカーです。利尻島で最初に訪れたのは姫沼です。姫沼は最も人気の観光スポットです。天気もよく利尻富士がはっきり見えました。逆さ利尻富士もバッチリです。姫沼にある散策路を歩いてみます。1周 1km で20分ほどです。途中何か所か撮影スポットがあります。なかなかいい感じです。紺山方面の登山口がありました。天気が良くてハイキングに最適です。半周ほど来ました。ここから見える利尻富士も美しいです。無事一周して気持ちいい散歩でした。続いて2カ所の展望台に行きました。1つ目は姫沼展望台です。ここからは消し岬八押し止まり港が見れます。穏やかで美しい色の海です。2つ目は野塚展望台です。島のサイクリングロードのスタート地点で、見晴らしが良く消し岬が間近に見えます。次は利尻島郷土資料館です。建物は旧鬼脇村役場庁舎を利用しています。入ってすぐ巨大なトド太郎の剥製が出迎えてくれます。赤ちゃんアザラシの剥製もあります。展示内容は利尻島の昔の生活風景が中心です。ジオラマで紹介されているのは番屋での生活や漁村でのニシン漁の様子などです。その他に利尻島の自然が紹介されていました。こちらはおたとまり沼です。おたとまり沼は利尻島最大の湖沼です。展望デッキから見る利尻富士は絶景です。少し雲がかかっていますが美しい風景です。沼には遊歩道があり周辺を散策できます。今回は見るだけでしたけど、展望デッキ近くにはレストハウスがあり一休みできます。す
ぐ近くにある沼浦展望台です。名家白い恋人のパッケージの風景です。ここでプロポーズをした写真を提示するとプロポーズ証明書がもらえるそうです。南浜湿原です。ここは目の後ろ沼を含む高層湿原です。周辺に遊歩道があるのでここは歩いてみます。ここからも利尻富士が見えます。分岐路がありました。長い方が1キロ弱で短い方は400メートル。結局短い方にしました。季節によっていろいろな花を楽しみながら散策できるそうです。続いては仙光市岬公園です。海辺には荒々しい溶岩が点在しており、海岸線越しの利尻山が楽しめます。自然磯観察場にはアザラシがいました。背泳ぎのアザラシです。アザラシ好きにはたまりません。ウミネコが何か言っていました。お土産用の海産物が売られていました。ここでは名物の利尻昆布を購入しました。そして朝どれのウニ丼をいただきました。驚くほど濃厚で美味でした。利尻町立博物館です。ここでは利尻島の自然や動物に関する展示や利尻島の歴史に関する展示、ニシン漁に関する展示コーナーがあり、ニシン番屋の生活の再現やニシン漁の道具や風景がジオラマで紹介されていました。その他にも利尻山登頂の記録が展示されていました。道道108号沿いに突然赤い鳥居が見えたので車を止めて行ってみました。北の厳島弁天宮です。竜神の岩の由来が掲示されていました。すぐ近くの寝熊の岩も見に行きます。熊が寝転がっているように見えますか。こちらは人面岩で、鉢巻きを巻いて右上を向いた人の顔だそうです。靴形岬公園です。場所は靴形港フェリーターミナルのすぐ近くです。海を挟んで礼文島が見えます。利尻町出身の作詞家しぐれ音は野花日です。ここからの利尻富士も見応え十分です。次は見返り大園地展望台です。この展望台は利尻山の5合目にあります。途中の駐車場まで車で行けますが、そこから急勾配の坂を徒歩で登ります。映像ではそうは見えませんが、心臓破りの急勾配です。汗だくになりながらようやく到着しました。展望台から麓を見てみると、さすが見晴らし抜群です。靴形港が見えます。山側には利尻山頂がすぐ近くです。しかし山頂の雲が増えてきています。続いて藤の園地です。遊歩道を歩いて行くと目の前にウミネコの群生地のコンモシリ島が現れます。
続いて展望台にも登ってみます。雲がかかっていますが、利尻富士も正面に見えます。さすがの絶景です。隣の夕日が丘展望台にいる人が見えます。すぐ近くなので次に行ってみます。夕日が丘展望台です。駐車場から展望台まで歩きます。最初は長い階段です。先ほどのポンモシリ島が見えてきました。絶壁の上が展望台です。ようやく頂上が見えてきました。やっと到着です。疲れた。三角点になぜかお賽銭が。頂上から礼文島が見えます。素晴らしい景色です。利尻富士もよく見えました。苦労して登ってきてよかったです。甘露泉水です。甘露泉水は日本名水百選の湧き水で、押し止まりと山ルート3合目付近にあります。駐車場から歩くこと10分で甘露泉水の看板が見えました。先客がいたので湧き水口を教えてもらいました。早速水筒に湧き水を汲みました。飲んでみると冷たくてとてもまろやかです。相方も飲んで大満足でした。この日最後は手島岬です。手島岬は押し止まりフリーターミナルのすぐ近くにある標高93メートルの岩山です。中腹には会津藩士の墓がありました。ここは展望台になっていて、ここから見るとまさに絶壁です。さらに頂上を目指して歩きます。途中で男坂と女坂に分かれています。ここは無理をして男坂を進みます。ぜいぜい言いながらやっと到着しました。さすがの絶景です。押し止まり灯台は恋する灯台と呼ばれています。利尻島に吹く風の名前。この狭い範囲にたくさんの人がいます。利尻富士もバッチリ見えました。なぜ恋する灯台なのかというと、日本ロマンチスト協会に選ばれたからだそうです。観光を終えて宿泊したのは木投げ士館です。美味しい食事で人気の宿です。夕食、朝食とも美味しくいただきました。翌朝、近くの利尻山神社を参拝しました。この後は礼文島に移動します。今回は長くなりましたが、ここで失礼します。ご覧いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。